はい、皆さんおはようございます。8月12日のねオラクルカードをお届けいたします。お盆休みにね入られてる方もいらっしゃると思うんですけど、今日ね夜中に牡牛座のね下弦の月を迎えました。それに合わせてね YouTube に星からのメッセージとアメブロにもね記事載せてるので、よかったらね合わせてご参考ください。はい、じゃあ今日はねお花の、はい、ちょっと金星っぽいでしょ、お花たちから のメッセージでね、フラワーテラピーっていうねオラクルカードを使いました。はい、じゃあ今日はじゃん、これはチューリップですね。Take time for yourself でね、自分のための時間を使ってくださいって言って、ちょうどね牡牛座らしい感じですけど、やっぱり自己充足とかね、あとリラクゼーションとかにもねいい日ですね。今日はねちょっと予約が入ってて、ちょうどねアロマのオイルを使ったレインドロップもねご予約いただいてるんですけど、はい、ベストタイミングだと思いますね。まあちょっとね外に出て土いじりしてもいいですしね、まあ自分の好きな趣味に没頭してもいいですし、ご自身のための時間を使ってくださいっていうメッセージです。はい、よくね周りの方のお世話とかする時でも、やっぱりご自身がねご自身の自己愛がねないとなかなかね周りの方にもね配れませんからね、愛はね。はい、まず自分を満たしてあげてください。はい、じゃあデッキ裏はじゃん、これねブーケンビリアって夏らしい沖縄とかにね咲いてますけど、これも、シールドユアセルフってね自分を守るっていうね、はい、時間と自分を守るっていう、なんかちょっと共通してね、やっぱご自身に向けてケアするようなね一日にしていただけたらと思います。はい、とてもね綺麗なカードが出ました。はい、じゃあですね、朝読書は昨日ねご紹介した、なぜ音で治るのかっていうね本を、昨日はね、ピタゴラス の話でね音で治すことをね気がついて始めた方は誰かっていう話と、はい、すごく 音ってね大事なんですよっていうのをちょっとずつね今日もお伝えしたいと思うんですけど、まあ、私自身がねその音叉とかを使ってヒーリングをしてるんですけど、やっぱりね深いヒーリングがね起こってて、まあ、潜在的ですけどね、すごく体にも心にもねアプローチできてるなっていうのを、まあ、感じてます。なのでちょっと私もねこの分野に関してはねちょっと力が入るんですけど、今日もねちょっと引き続きご紹介したいと思うので、よかったらね続けてご視聴ください。でまず最初にねこの本はまあ、なぜ音がね音楽がね健康にいいかっていうことでね、呼吸とか瞑想とかね声などを使って、まあ、治療とかねする12のねエクササイズがね収められてるそうです。うん、でこれをね実行するとね健康とか生活のね質が上げられますよっていうのがご紹介されてます、ざーっとね。うん、でまあ推薦しますっていうのでね医学博士バーニー・シーゲルさんが、この本のテーマはリズムとハーモニーによる命のヒーリングである、本書を読めば人生のオーケストレーションが学べるっていうね、はい、まあ、音にね着目してる方も今結構いいと思うんですけど、実際に、ね、お医者さんでもの中でもね音とか、あとね、この前旅に出た時にね素敵な女医さんに出会ったんですけど、女医さんもね、クリームをねちょっと怪我された方に塗ってあげてたんですけど、密かにねフラワーエッセンスの入ったねクリームを塗られて塗ってあげてたそうです。まあ、そうやってねお医者さんの中でもねそういう
植物の力とか音の力とかね、もっともっとこう着目してね、あの医学の世界でもね、どんどん変わっていけたらいいなっていうのが私もあの素敵だなっていうふうに思います。はい、で今日はですね、ちょっとなんかね、病気で患った方が、まあ、音と出会ってあの治療をねされて元気になったっていうようなこととかもねご紹介したかったんですけど、ちょっともう長くなっちゃうんで、深呼吸のことをね書いてたので、ここをちょっと取り上げたいと思います。はい、呼吸についてなんですけどね、まあ、呼吸の前にその瞑想のね訓練をこの方がねされて、瞑想には深い呼吸、集中力、静止、鎮静など多くの要素がありますが、特に重要なのは呼吸でありますと書いてあります。はい、それはなぜかというと、ヨガの教えによれば息は外へ向かってのプラーナの出現であり、それによって心と体の間に橋が架けられるからであるというふうに、ね、書かれています。単に、ね、肺に取り入れる酸素の、ね、量を調整するだけではなくて、プラーナの流れ、ひいては私たちの感情的精神的な状況、状態に影響を与えるのだというふうにね、やっぱり呼吸ってねすごく大事なんですよっていうのがねここにも書かれてますので、またねそういうメソッドみたいなのも今ねいっぱいありますけど、まあ、深呼吸をね時々合間にねするとか意識して、そういう瞑想でね呼吸するとかね、そういったこともね心がけていただけたらいいじゃないかなと思います。で、まあ、ここにね深い横隔膜の呼吸のワークっていうのがありますけどね、はい、ちょっと他にもいろいろ呼吸法も書かれてます。はい、またちょっとねまあ、ワークはちょっとねこの読書とちょっとずれちゃうんでご紹介しませんけど、ぜひこの本でねご参考いただけたらと思います。まだねいっぱい紹介したいことがあるんでごめんなさい、時々この本がまた出現すると思いますけど、はい、また明日はねちょっと違った形でお届けできたらいいと思います。はい、じゃあ今日も素敵な、お牛座加減の月をお迎えください。はい、失礼いたします。